エドガー・アシリングは、チェルギッチを師祖とするエセックス王家最後の男子。イングランド王を称したが、体感はしていない。ハンガリーの生まれで、父はエドワード・アシリング、祖父はイングランド王エドマンド2世。1057年、父が王子エドワード・ザンゲ王の王位後継者の候補となり、家族でイングランドに渡る。しかし、到着して2日後に、父親が死亡し、 代わってエドガーが法廷推定相続人に選ばれた。1066年にンゲ王が亡くなるが、ノルマンディ以降ギオム2世の脅威に対抗するには、エドガーはあまりに若すぎ、王国の諮問機関ウィテナゲモッとは、エドガーの代わりに、ンゲ王の義兄ハロルド・ゴドウィンソンを、ハロルド2世としてイングランド王に即位させた。1066年10月14日、 ヘースティングズの戦いでのハロルド2世の敗死後、エドガーは、ロンドンでウィテナゲモットにより、イングランド王、エドガー2世を宣言された。しかしエドガーは、ノルマン人に対して、軍事力を結集することに失敗し、エドガーの統治期は、体感しないまま、あっという間に終わってしまった。エドガーは、スタイガンド、カンタベリー大主教、マーシアハクウェドウィン、ノーサンブリアハクモーカーラに大きく依存していて、 その地位は、実質内に等しいものだった。結局、ビッテナゲモットの選出から6.8週間後の11月下旬、または12月の初め、エドガーは、バーカムステッドで、ノルマンディー公ギオム2世に服従、ウィリアム1世はエドガーを定調に扱った。やがて政治的優位が見えたので、ウィリアム1世はエドガーを保護下に置き、最終的には、ノルマンディーの宮廷に連れ帰った。しかし、 エドガーは1068年のエドウィンとモーカーの反乱に加わり、破れるとスコットランド王マルカム三世のもとに亡命した。翌年、マルカム三世はエドガーの姉マーガレットと結婚し、エドガーが再びイングランド王に復位する支援に同意した。エドガーはクヌーズ二世の老いにあたるデンマーク王スベン二世とも提携した。スベン二世はエドガーを正当なイングランド王と考えていた。 1069年、連合軍がイングランドに侵攻し、ヨークを占領した。しかし、北に進軍したウィリアム一世に大敗、エドガーは、スコットランドに逃げ帰った。エドガーはそこで、亡命生活を送ったが、1072年、ウィリアム一世が、マルカム三世に突きつけた平和条約の中には、エドガーの追放が含まれていた。結局、1074年にエドガーは、 ウィリアム一世と和解した。しかし、イングランド王への福井の夢を捨てず、1087年にウィリアム一世が亡くなり、1091年にウィリアム一世の三男、ウィリアム二世と長兄のノルマンディー公ロベール二世が戦った時には、エドガーはロベール二世を支援した。1097年には、スコットランドの王位をめぐる戦いで同盟の王位のエドガーを支援し、 マルカム3世の弟ドナルド3世を倒した。1098年、エドガーは、第一回十字軍を支援するイングランド艦隊と、共に、シリア沖にいた、アンティオキア後遺戦への十字軍への増援をもたらした。それからヨーロッパに戻り、1106年、ノルマンディー公ロベール2世と、マッテイ・ヘンリー1世の争いで、ロベール2世を支持タンシ短手レ礼の戦いで捕虜となった。 エドガーはイングランドに連れ戻され、そこでヘンリー一世に許された。エドガーの名エリスは1100年にヘンリー一世と結婚していた。エドガーはそれからハートフォードシアの屋敷に引退した。その後は1120年頃にスコットランド王国に旅し、1125年時点でまだ存命だったが、直後に70代前半で亡くなったと信じられている。また、 エドガーは東ローマ帝国皇帝アレクシオス一世、コムネノスのいとことの間にジェラルド・ロングストライドという名前の息子を設けたとも考えられている。ありがとうございます。